それもガチオタクみたいで。なんでガチオタク。はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。はい、今日は、はい、昨日の続きで、はい、すんちゃんの大阪オタク旅、はい、第2弾をお届けしたいと思います。はい、はい、それでは今日はどんなオタク旅に続くのか見ていきましょう。はい、それでは見てみましょう。おきにー、おきにー。買い物する理由はないよ、ちらは。うん、うん、ここでお金使うように、うん、ひとみちゃんに使おう。私ね、ドラゴンボールのフィギュアを集まってるんですね。これゲーセン？ゲーセンじゃないの、ここは。あ、ここはまたあのオタクストリート、オタクストリートって言うなよ。レンデンタウン、レンデンタウンに行ったら、うん、こうやって普通に買えれるのね、買えれるのね。だから2000、3000、5000万いろんな値段あるけど、フィギュア買えるって。そうそう、うん、でここで買う量にティップ、タイトに行ったら、うん、こうやって取れるの。そう、私結構うまくて500円で絶対取れます。私本当にオタクでこういうのはね、タイトがすごい好きで絶対行くもんね。絶対行って、絶対やって、絶対取ってきます。そう、絶対取るよね。はい、また行かなきゃ。やばい。あと私ヒップホップすごい好きですから、電電タオンにいたらこういうヒップホップの CD とか、うん、LP のやつがいっぱいあります。韓国はすごい高いし、ないんですね。でも日本はやっぱこういうのいっぱいあるの。昔のものをちゃんと保存してさ。これはね、通れなかったの。じゃあ、あとここはあのアメ村方の私の友達のバー、はいはい、ですけど、ぜひもし よかったら行ってください。あの、いらっしゃいませ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 。無理と思う。ちょっと待って。明るいね。もうすごい明るい友達ですけど、すごい、あの失敗した芸人2人です。じゃあ、 あのアメ村の住所ちょっと書きますからね。もう別に行かなくてもいいんですよ。行ってもいいし、こうやってアホみたいな2人がいますからね。私の親友です。はい、アメ村の、バーアームです。こんにちは。あ、そうですね、リカチャンネルをご覧の皆様、僕が店長のボマちゃんです。はい、ボマちゃん。はい、はじめまして。ゆかチャンネルをご覧の皆様、私が、店長の西です。はい、チャンネルを、はい、見てここに来てくれたよというお客様に、ワンドリンクワンドリンクサービスさせていただきますので、はい、この動画を見てうち、に来てくれたよという旨を伝えていただけたらおります。はい、はい、なんでお待ちしてます。すごいおもろいの、うん、めっちゃおもろい。でも日本人なのね。うん、でも韓国語もめっちゃうまいの、西っていう。そう、うん、また来てください、お待ちしてます。はい、はい、皆さんぜひ、大阪に行ったら行ってみてください。すんちゃんの親友さんなので、あの週末にいるかな、うん、翔平さんは行ってみてください。行ってみてください。はい、でなんかゆかチャンネル見たって言ったら、そうそうそう、フリードリンクあるみたいだから、ぜひゴーゴーです。わー、これ来たー。なに、あと5つ目、ここ大好きなの、もうイチゴ。やばい、なんかチョイスがもう女子。俺ストロベリーマニア。ストロベリーマニアじゃん。もうここいたらなんか女の人しかいないんだけど。あのね、ここいたら、うん、この一応店の前は女の子ばっかりなのね、うんうん、でもちょっと周りに男の子待ってるんでしょ。私もケーキ食べたいけど早く出るアイスのがいいかなって感じじゃないか。で私はもう絶対食べるとこですから、うん、そうそうそう、そうなの、タンポリア、めっちゃ濃いの。なんていうか、あ、これが今まで食べたイチゴのアイスはない。あー、ここリアルイチゴめっちゃ好き。あとこういうの、ああ、やだ、ひとみちゃんに会いに行ったの。そう、私のひとみちゃん。やだ、あのなんていうのだったっけこれ、メイドカフェ、メイドカフェ。なんていうか、すごいみんなキモって思うやんな今。うん、思ったね、多分見てる女子の方みんなキモって思った。ちょちょちょ、これは一回なんか経験、うん、うんうんうん、っていうか、そう、ひとみちゃん会いたい。行かなかったよ。行かひとみちゃんってあのフィギュアの名前もあんの。そう、うん、そっちがひとみちゃんやろ、違うんかい。おもろい、おもろい。
じゃあそれでもう1泊2日もう短いんですよ。こうやって終わりますよ皆さん。本当だね。じゃあどうでしたか今回の。終わったの。終わったの。いや1泊2日だ。しかも、うん、朝行って仕事したじゃん俺。あ、そうだ、ね、覚えてる。あの仕事あって行ったんですね。だから頑張ってやって1日目の夜と次の日のその飛行機までの時間しかなかったんだよね。まあ私は今回オタクの旅行のあれを撮りたかったから。そうか、オタク目線での大阪旅行でした。それではまあお疲れ様でした。ありがとうございます。お仕事で行ったのに動画まで撮ってくれてありがとうございました。あとあの最後ゆかちゃんのどうでした？この動画、うん、見てどうやって思ったんですか？すんちゃんも一応おーもうしゃあないねってなんか公開なんかね私もね、こうやってなるのか分かった方は、分かんなかったの。はーい。どうですか、あの、すみちゃんのオタク旅行。あ、まあ、それ最初から言った方が良かったけど、これはオタクだけポジット。ポジット。さっきから練習してんだけど、このことは。オタクだ、なんて言うの？オタクだけポジット。もうやだ、ポジット。なんて言うのな。言ってみ。ポチッと。もう一緒じゃん。ポチッと。なんか、日本がすごい可愛い子ぶくときの、すごいポチッとって言うやん。ポチッと。くどくポジッとポジッとくどくポジッとはい、どうでしたか、すんちゃんのオタクポジット旅行面白かったですね。オタクでした。どうですか、あのゆかちゃんがもし大阪行ったんですね、うん、でそういう旅行はどうですか、うん、はい、じゃこれは一人だけの旅行。そう、うちらだけ。車自体行かないでみんな、このコースは。いや、仲間たちらのためにやったんだよ。うちらにはすごくおもろいんだよ、か。それでは、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、それでは、インスタグラムと、ツイッターのフォローと、チャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、私が対応にしていきます。オタクたちら、泣かないで。私来たよ。